現在護衛艦加賀は F-35B 戦闘機を艦載機とするため空母化改修を行っています。その計画に沿って艦首が四角に変身したという情報が入ってきました。今回は艦首の形が四角に変身について見ていきましょう。形が台形から四角となると今までとは違ってなんとなく威圧感が出てきたようですよ。この変身で F-35B 戦闘機をより安全に運用、展開できるはずです。2022年3月から広島県呉市のジャパンマリンユナイテッド呉事業所内の修理ドックで護衛艦加賀の軽空母への改修が進められていましたが、来年度から空自に配備予定の垂直短距離離着陸ストブルキ F-35B ライトニング2を搭載するために変更されたかが、艦首部分の画像が12月27日にツイッター上にアップされました。これによって、加賀空母化改修が着実に進められていることが明らかになったわけです。もともと、出雲、片護衛艦の飛行甲板艦首部分は、艦首に向かうほど幅が狭くなっているいわゆる台形状でしたが、この形状のまま構想すると、艦首付近に乱気流が発生するので、短距離発艦を行う F-35 戦闘機に、悪影響を与えるということが判明したのです。それを避けるために、出雲、片護衛艦2艦は、艦首形状を、アメリカ海軍の F-35B 運用強襲揚陸艦と同じように、四角形改修したというものです。ツイッター上に公表された画像を見ると、艦首部分の飛行甲板が、横に張り出し、四角形状になっていることがわかります。また、飛行甲板上の右舷艦首側にあった近接航空防御火器システム、シース、クローズイン、ウェアポン。システムの高性能 20mm 機関砲ファランクスが撤去されたということも、一目で判別できるようです。この近接航空防御火器システムというのは、軍艦などで、対艦ミサイルなどに対する近距離防空用に開発された武器システムです。ファランクスが甲板拡張のために一時的に撤去されたのか、もしくは戦闘機の発艦時に邪魔になると見越して艦橋に近い場所に移動されたのかなどについての情報は皆無です。しかし、飛行甲板の艦首部分では F-35B 発艦時に障害になる可能性があって危険なので、移動されたと考えるのが妥当と思われます。出雲、片護衛艦の空母化改修計画について改めて説明します。まず、1番艦出雲からスタートし、2020年、令和2年、ニーズ、物改修費として31億円が計上され、F-35B が発着艦できるように最小限の改修が行われました。内容的には、飛行甲板の4番、5番スポット、ヘリコプター発着艦用スポット周辺は F-35B が垂直着艦することが想定されていたので、その際、甲板に吹き付けられる高温のジェット噴流に耐えるだけの耐熱塗装が施されました。また、飛行甲板には、縦に赤と白が交互に塗られたセーフパーキングラインが引かれましたが、これは目安ラインで、左舷側が滑走路、右舷側が駐機スペース、エプロンということです。飛行甲板の滑走路となる艦尾から、艦首部分には、滑走ラインである、白黄色のトラムラインが、縦に引かれ、交差するように、2本のラインが引かれていますが、短距離発艦の際に、F-35B の水力ノスルが、下に向ける目安となるショートテイクオフラインが、右舷にある艦橋の前端あたりに引かれ、250フィート先には、発艦ポイントとなるバウラインが引かれているのです。出雲には、こういったラインの他に、
飛行甲板には誘導灯も設置されました。F-35B が発着艦可能となる最低限の改修が施されたということです。2021年10月5日にし、アメリカ海兵隊岩国基地所属の F-35B 戦闘機2機が、四国沖の太平洋上で出雲への発着艦試験を成功させました。出雲への今後の改修予定ですが、2024年に2回目の改修予定になっていて、今回加賀に施されたと同じように、艦首を台形から四角形へ形状変更する工事などが予定されているそうです。出雲については、2026年度に空母化改修工事が終了する予定とみられています。2番艦加賀は、当初計画では、2021年、令和3年、3月から、定期点検で、すべての空母化改修を一気に実施する予定になっていますが、当初計画では、艦内の格納庫など、動線関係について、問題ありと発覚したので、艦内改修工事は先延ばしすることになりました。今回の第一次改修は、2023年、令和5年に終了し、その後は、着艦誘導装置や温度計測装置の設置、飛行甲板上の標識灯火灯の改修などが実施されるとのことです。他からも衛星通信装置なども改修され、最終的に、軽空母への変身が完了するのは、2027年、令和8年の定期検査時と推測されているのです。この着艦誘導装置は、アメリカ海軍とレイセオン社が共同開発したジェイパルス、ジョイント、プレシション、アプローチ、アンド、ランドイング、システムですが、日本とアメリカの両方の艦への搭載が予定されています。ジェイパルスは、GPS 衛星信号と管制後方システムを利用して、F-35B やオスプレイなどの海上を飛行する航空機を着艦させるため、自動的に安全かつ正確に誘導する全天候型のシステムです。防衛省は2023年、令和4年予算では、まず出雲だけにジェイパルスを搭載し、加賀の分は後年度に上程する方針としています。出雲、加賀護衛艦の空母化改修予算ですが、政府は、2022年12月23日、対前年比 26.3% 増の過去最大の6兆8219億円にも上る2023年度防衛予算案を閣議決定しました。それまで、2023年、令和4年、防衛予算内での出雲、加賀護衛艦改修費用として請求されていた内訳は、伊豆、モノ着艦誘導装置の先行取得費用36億円、アメリカ軍からの技術支援経費12億円、加賀の航空管制室の視認性を向上させるための管制室ガラス窓変更などの工事経費13億円でしたが、こういった予算は、2022年夏に出されていた概算要求に、16億円も上積みした金額となっていたのです。一方、軽空母化した出雲、加賀護衛艦に搭載して運用する予定の F-35B 戦闘機の購入に関しては、2023年、令和5年、予算で、8機の取得費1435億円を計上しています。こちらも、前年の2022年夏の概算要求では6機取得予定としていたのですが、2機分を増やしたため、当然購入金額も増やしてしまったということです。2022年、令和4年、予算では、4機取得分として、510億円を計上。2021年、令和3年、予算では2機取得費分259億円。2020年、令和2年度、予算では、6機取得費793億円を毎年計上しているため、来年度と合算すると、20機の F-35B 戦闘機を航空自衛隊が保有することになります。防衛省は、
最終的に F-35B 戦闘機を42機購入する計画ということです。こうして購入した42機によって航空隊を新設し、国内での地上配備先としては、宮崎県新富町の航空自衛隊新田原基地が計画されているそうです。航空自衛隊パイロットの教育をアメリカで行った後は、2024年、令和6年から配備開始という予定になっているそうです。改修されて、空母となった出雲、潟子衛艦へ搭載できる F-35B 戦闘機の数は、おのおの十数機程度と見られていて、飛行甲板上への搭載をマックスで見積もっても、せいぜい18機と推定されています。このことを理由として、多額の費用をかけて、2隻を空母に改修しても、中国海軍の空母1隻の搭載機の数に満たないと言って、意味はないと主張する軍事専門家もいるようです。確かに、数だけ見ればそうなのですが、単純に搭載機数だけを考えた短絡的な見方に過ぎないという反論もあるようです。海上自衛隊が仮想敵とみなしていると思われる中国海軍ですが、現時点で2隻の大型空母遼寧と山東を就役させただけでなく、3隻目の福建が先日浸水、この間も間もなく就役するとみられています。中国は報道を見てもお分かりの通り、ここ数年来、ミサイル防空巡洋艦などを組み合わせて、アメリカ海軍のような空母打撃群を編成し、東シナ海から西太平洋にかけて活発な活動を行っています。しかも、第二海軍とも呼ばれている中国海峡局艦艇が沖縄県石垣市の尖閣諸島に連日出没し、領海侵犯を繰り返すなど、軍事的圧力を強めていることは無視できない事実です。その一方では、尖閣諸島防衛拠点である南西諸島内で、空自の主力戦闘機 F-15J イーグルや F-35A ライトニング2が離着陸可能となる、長さ 2400M 以上の滑走路を備えているのは、沖縄本島の那覇基地のみなのです。ということは、万が一にでも、尖閣諸島に中国軍が上陸しようとした場合、この那覇基地が、いの一番に、攻撃対象となると考えられます。つまり、対地ミサイルの飽和攻撃を受け、徹底的に破壊されてしまう可能性が非常に高いということです。もし、那覇基地が使用不可能という事態になったら、尖閣諸島付近にいるだろう空母から飛び立つ中国軍機に対しては、航空自衛隊は九州の基地から急行することになり、長距離の往復を強いられますから、圧倒的に不利な状況下に置かれてしまうことは容易に想像できますね。ここで出てくるのが F-35B 戦闘機です。新田原基地に配備された F-35B は、短い滑走路でも離着陸可能です。さらに、出雲、片空母を南西諸島付近に配置しておけば、F-35B の活動拠点がもっと増えることになり、デメリットを減らして離島防衛に対処できると考えられます。こういった場合、出雲・潟子衛艦は移動航空基地として使用されることになりますから、艦自体に搭載する戦闘機の数が少ないとしても、何ら問題はなく、離島防衛に貢献すると考えられているということです。